はいどうも、ブンカラです。今回も遊んでいきたいなと思います。ですね、前回作った、ブティックの中にある、アーマースタンドが切り替わる装置、ちょっと行ってみましょう。よいしょ。これなんですけど、どんな風に作ってあるのと、理解ができないよと、コメントをいただいたので、ちょっと簡単に作り方をまず説明させていただこうかなと思います。結構いろんな人がああいうの作ってて、今回は俺2種類なんだけどね、他の人は4種類とか、結構、水ここ作れない何種類かね、切り替えができるものっていうのはたくさんあるんで、自分なりに作ったやつがあれになった感じなんで、文化なバージョンだと思ってください。とりあえず僕が作ったやつを説明させていただくとですね、まずこういう風に、よいしょ、これはちょっとないものとして、よいしょ、ちょっと待ってね、よ、これこのボタン、このボタンをまず用意して、1個ブロックを開けて、ここにブロックを置きます。ちょっと見えにくいか、よいしょ、これを置きます。んで、そこにパウダーをつけて、トーチをこんな風につけます。これで押したらこんな風に反転します。よいしょ。そしたら、このトーチの1個下を開けて、さらにここにレッドストーンパウダーを置きます。んで、よいしょ。そしたらここにこういう風に置いて、よいしょよいしょ、ほいっと、こんな感じで引っ張って上にトーチ、これでまたさらに反転させるっていう感じにします。んで、ここにブロックを置いて、トラップドアを設置してやればこんな感じになります。ここにパウダートーチ立てて、その下にパウダー引いて反転させると、そしたらこんな感じになるんですけど、あとはこれを下に引っ張っていくだけです。んで、ちょっとこの辺邪魔だな。あ、水、ちょっと待って、ちょっと、よ、オッケー。そしたら、このトラップドアから5マス下、1、2、3、4、5、この辺に粘着ピストンを設置します。よいしょ。粘着ピストンを置いて、さらにその上にスライムブロックと、で、これが伸びた時に横にブロックがあるとくっついてしまうので、ここ外してください。で、ここにブロックをどうしても置きたい時は、粘着ピストンとかかまどを置けばスライムブロックがくっつかないと思います。そしたらこれにリピーターをつなげて、右クリック1回して、1回遅らせて、これをもう上に引っ張っていくだけです。こんな感じで、ほいほいほいと、これで OK です。あ、これで OK じゃないよこれで OK じゃないよ、引っ張っていくだけじゃない、こう伸ばしてくるんだけども、これ光が来ちゃってるので、ちょっと1回反転させます。とりあえずブロックを、どこでもいいのでブロックを置いて反転させて、よいしょ、こんな感じでつなげてやれば完璧です。よいしょ。あとはもう周りをいらないとこ埋めちゃって、この4隅、この4隅は埋めないでください。スライムブロックがくっつくんで、こんな感じでやっていきます。で、アーマースタンドがずれたら嫌なんで、今回僕はこんな風にくっつかないように黒曜石をね、こういう風に置いておきました。大丈夫だと思います、これで。よいしょ。ちょっとここいらないところは好きなブロックで埋めてもらって、よいしょ。でね、ここだけは、普通のブロックを置かないでください。クロックみたいな感じになっちゃうんだよね。なんで、そうだな。簡単に説明すると、今同じように作ると、こんな感じになってると思うんですよ。よいしょ。同じように再現すると、今こんな感じでなってると思うんですけど、ここもブロックで埋めてしまうと、よいしょ、ほら、こんな感じでカシャカシャカシャーって焼けちゃうんだよね。ほら、ここの光がぐる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 回っちゃうんで、ここはね、ハーフブロックで対応してください。ハーフブロックだったら大丈夫なんで、何もならないんですよ。ほら、だからここだけハーフブロックにしてください。で、あとは好きなブロックで埋め、あ、ちょっと、あとは好きなブロック
ックでこういう風に埋めてもらうと。でアーマースタンドをシフトをしながらこうやって置いて一回クリック、これで1個目が入って2個目もセットして、これでよいしょ、ほらこれでできます。こんな感じですね。だからもう一回全体図を見せるとですね、よいしょ、こんな感じです。ちょっとブロックで見えにくいか、よいしょ。だから、ボタンとボタン、パウダー、トーチ、ここで反転させてどんどん、ここをねパウダーだけでつないでもいいんですけど、そしたらねなんかね床がね埋めれなくなっちゃったんで、こんな風にしてます。だからパウダー、トーチで光を向こうにやって、ここに与えてやると、これ一回右クリックしてますね。よし、これで一応こんな風に、こんな風になります。全容でした。意外と簡単だったでしょこんな感じなんですよ。こんな感じでいつもやってます。もっとね多分ね簡単な方法とかあると思うんだけど、ちょっと僕の頭じゃこれが限界でした。よいしょ。ガラスを色ガラスにしては、あ、かまどのね、わかった、ちょっとやってみる。よいしょ。ちょっと黄色の染料しかないんだけど黄色の染料しかないんだけど、いいかな黄色で。じゃあちょっと黄色の染料でいこうかな。よいしょ。とりあえずここ開けて、よいしょ、ほい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 、よくなった？黄色じゃない方がいいな、何色がいいんだろう。いや、とりあえずじゃあ黄色でとりあえずいっとこうか。板ガラスにしよっかね。ちょっとこれまた考えよう。ちょっとこの外観が寂しいよね、何よりね。なんかできればいいけど、なかなかねかまどだもんで難しいよね。やりようがないよね。ちょっとあのかまどの外観はちょっとまた考えよう。なんか寂しいねあれね。あと馬小屋を広げてみてはもういただいてたな。そうだよね、馬小屋も広げたいんだけど、なかなかねこれを広げるってなったら難しいよね。そうだな、ちょっと挑戦するか。あ、いいね。これそう、こういうのが大事なんだよな多分。ちょっと見てみよう。はい。いやー、ちょっとこう見た目じゃパッと見分からんけど、このまず蹄が変わったよね。蹄が変わったのと、あと馬が窮屈そうじゃなくなった。ちょっと俺のブロック、窮屈そうじゃなくなった。そしてね、何よりの発展としてはね、尻尾が生えたほら、ここ尻尾が生えたっていうのが今回のね伸びた点かな。いや別に解約じゃないでしょこれちょっとダックスントみたいになったけど、横から見たら、解約かなこれで、馬を一頭一頭仕分けるっていうのもちょっと考えてるんですけど、今回はねまだねあまり縛らずにね、こんな感じでちょっとやっていこうかなと思います。もしよかったらね皆さんまた見てくだ、あれ、くまモンがいねえな、いねえわ